五感すべてで俺を感じて。社長、すいません、相手役の方がまだ来られていないようなんですが。わかった、今行く。大丈夫ですか、リサ様。ユキさん、阿久津がまたリサ様に手を出さないようにと社長の命令で潜り込んでいました。てっきり深見さん今日のことを気にも留めてないのかと。とんでもない、今日も社長は。なるほどね、自分の分身を起こしてくるとは。だがな、深見に言っとけ、略奪されたくなきゃお前が来いってな。阿久津さん、私。社長、次の方どうしますか。予定通り進めよう。恋人役は俺がやる。俺が自然に笑わせてやるよ。阿久津さんと恋人役。はい、はいです、はい。何固まってんだよ。笑わなきゃ、笑わなきゃ。ほら、恋人だろ。そうだよね、どうしよう、笑わなきゃ。リサ、リサ、リサ、こっち見て。五感すべてで俺を感じて。今私何を想像して。ひでえな、今絶対俺のこと考えてねえだろ。相手役の方いらっしゃいました。なんでお前が。そこで偶然相手役に会ってな、具合が悪いって言うから代わってあげたんだ。どんな手使いやがった。リサの相手役なら適任だろ。それにお前じゃリサの相手は無理だ。チャンスは与えたが、ゲームオーバーだ。手のひらで踊らされてたってわけか。幸せそうな恋人役だよね。深見さん、なんで。撮影再開します。はい。いとも簡単にあんな顔させやがって、見せつけんじゃねえっつうの。あの方の独占欲すごいでしょ。深見も結構人間くせえのな。リサ様限定ですけどね。